ティアグラのリアディレイラーティアグラは、シマノが作るロードバイク用コンポーネント。シマノでは自転車用パーツにグレードを設けて販売しているが、デュラエス、アルテグラ、105に次4番目。主に、ポタリング街乗り向けの空より、上のグレードに位置付けられる。現在は、STI、10段変速など上位グレードと遜色のない機能を備えており、 同じ銃弾であれば上位モデルとの互換性もある。値段も抑えめで蒸気のように拡張性もあることから、街ち乗り用としては高級、レース用としては入門コンポーネントに位置付けられる。実売で10万円15万円の完成車に取り付けられて販売されていることが多い。かつてロードバイクが今ほど人気でなかった時代、シマノのロードバイク用コンポーネントのラインナップの 最下端を担っていたのは105であった。しかし、バブル景気の中でロードバイクが流行し、これを受けてしまうのは市場拡大を図り1990年に RX100 というコンポーネントを発売する。1994年のマイナーチェンジで STI システムを搭載し、リア発足化。1999年に RX100 が廃止され、その後継グレードとして、 リアが急速化された、ディアグラがデビューした。2007年には、リア急速のままで4500系にモデルチェンジした。上位機種同様クランクと BB 軸が一体型の構造が採用されるなど、注目すべき点は、多々あるが、なんと言っても、最大の目玉は、オプティカルギアディスプレイがロード用のコンポーネントとしては、初めて搭載されることとなった。デュアルコントロールレバーと、 FCR700 に続くコンパクトクランクの登場であろう。2011年に4 6 0 0 k へとモデルチェンジ。6600K アルテグラや 5700K105 までのようにシフトワイヤーのハンドル内蔵処置やフォローテッククランクの導入は行われなかったものの、リア10速へと変更され上位モデルとの互換性が上昇。リア 30T というロードバイク用としては、 島の最大のギアも用意された。同時にフラットバーロード用にラビットファイアシフトレバーとブレーキレバーも開発され、幅広い用途に使えるコンポーネントとなった。2015年に 4700K、モデルチェンジ。クランクセットにホローテックの導入は行われなかったが、従来の5アームから105と同様の4アームへ、デュアルコントロールレバーがシフトワイヤーをハンドル内蔵へと変更となった。 リアは 34t に対応し、ロードバイク用としては、島の最大。なお、4600系と4700系は、同じ 10S だが、公式で互換性がないとされている。実際互換性がないもの、あるものが混ざっており安易に混在させるのは危険。ありがとうございます。